能美市で建築材を手掛ける会社中東が熱に強い性質を持つ燃え尽きない木の柱を製造しています。60センチ角の柱に炉の地型の修正材をかぶせたこちらの柱、耐火修正柱といって高い耐火性を持ちます。去年4月には純木製では初めて耐火性能を保証する国土交通大臣認定を取得しました。これまでは木材の柱をビル建築に使う場合、石膏ボードで表面を覆う必要がありました。しかし純木製の柱にすることで美しい木目を生かせたり、生産時の二酸化炭素の排出を少なくできたりします。さらに国産のものを使うことで担い手不足が課題となる国内林業の活性化にもつながります。社長の小坂雄二さんは、オフィスビルや工場など今まで考えられなかった建物が木材で建てられるようになる、木のぬくもりで安らぎを与えられる空間を作りたいと意気込んでいました。今日はこの記事を取材した北陸中日新聞の高岡記者とつながっています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと驚くような内容ですけれども、木の柱燃え尽きない、これそもそもどういうことなんでしょうか。はい、不燃剤を注入した修正剤で芯となる木の柱を囲います。表面の修正剤が焦げても中の柱まで火が届かないため、火事が起きても建物を支え続けることができます。ちなみに14階建てのビルを建てるためには2時間の耐火が必要です。なんかこの仕組み見てるとびっくりですよね。この材料、国産材を使うということですが、どんなメリットがあるんですか。はい、日本は国土のおよそ7割が森林です。この森林資源のうち6割が人工林で、人の手入れを必要としています。こうした木材を使うことで林業が活性化され、防災や環境保全につながります。すごくメリットがたくさんありますよね。この木の柱、今後はどのように使われていきますか。中東では木の柱に加えて耐火床や梁なども製作しています。今はビルのほとんどが鉄骨などでできていますが、夢の舞台となった国立競技場のようなぬくもりのある建物が立ち並ぶビル街も近い未来にできるかもしれません。なるほど、耐火性があって、そして木のそのぬくもりというのも表現できるという、はい、まあ、いろんなメリットが本当にありそう。今後が楽しみですね。そうですね、ここまで北陸中日新聞の高岡記者とお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。